続きまして三菱重工業株式会社ですよろしくお願いいたしますえ、ただいまご紹介いただきました三菱重工の泉沢でございますえ、まずこの度は DX 銘柄2024のグランプリに 選定いただきまして誠にありがとうございます。あの会社を代表いたしまして厚く御礼を申し上げます。あのリクシルさんの後やるのは本当にやりにくいなと実は正直思っているんですが、あのまああの真逆の産業、えー、先ほどのが軽薄であるか軽あの軽であれば私は日本を代表する重工長大なんですが、まあそれがなぜ D X なのかということで、あの私たちがやってます賢くつなぐ D X と。 とといいいうことで少しお話をさせていただければと思います、えー、大体あの最初にこれを出すんですけどもな、なんのこっちゃということですけども、これはあの当社の事業分野についてのご説明になります、大きく4つの,あの領域なんですが、えー、まず左上がエナジーです、これは CO2 の回収装置、あすみません、えーっと、火力発電ですとか、原子力、それから航空機用のエンジン、こういったものをやっている、えー、分野です。 それから次がプラントインフラ分野でこれが CO2 の回収装置ですとかそれから新交通システムあのゴムタイ屋敷ですそれから製鉄機械これで鉄を作る機械ですこういったものをやっている分野です。で右側が物流、冷熱ドライブシステムの部門なんですが これはフォークリフトですとかターボチャージャー、エアコン、まあ、どちらかというと中量産品の分野です。それから最後に右下が航空・防衛宇宙で、右側の,その向かって右側の左側の絵が、これ、ボーイング787の主翼になります。それから真ん中が防衛、それから一番右側が先日 H3 ロケット、成功しましたが、ロケット分野ということです。このように多くの事業を幅広く展開をしています。じゃあこういうい中で、 どのようにデジタル化を推進してきたのかということなんですがデジタル化や AI などの先端技術の進化に伴いましてどうしてどのように我々の特徴を生かしたデジタル化をあるいはデジタル価値を提供していくかということを考えています。それで2022年7月にデジタルイノベーションを推進する組織としてデジタルイノベーション本部というのを作りました。 この本部では、あのデジタルデータによるガバナンスですとか、顧客価値の体験を生み出すデジタルエクスペリエンス、それからデジタル価値創出をする人材やマインドの変革とこういったものを行ってきました。まああの、えー、三菱重工はいわゆる機械設計のエンジニアが大変たくさんいるんですが、そういった人間をどのようにそのデジタル人材にしていくかということで約2万人ぐらいのですね育成に取り組んでいます。 これ先ほど申し上げましたように当社グループは30以上の事業ユニットで多様な技術を持っていますこういったものを DX で統合して新たな価値創造につなげるということが私たちのグループの一つの特徴だと思っていますそして技術の視点でいきますといわゆるオンリーワンといわれるような製品も多く保有しております長年の研究開発ですとか 実機検証に基づきましていわゆるモデルシミュレーション技術ですとかそれから各種プラントの運転を通じて遠隔監視それから長期の補修実績のデータあるいはオペレーションとメンテナンスを通じたデータアナリストこういったですねあの技術の蓄積がございますそこに AI を適用して新たな製品価値を生み出していこうという取り組みであります。 さらにいろんな複雑な機械群のシステム制御も行っていますそこにその先ほど申し上げたデジタルイノベーションの組織を中心に人材をそこに集約してここが起点となって取り組んでいますで、これらのこういう非常に多種多様な技術を持っておりますのでこの技術基盤を標準ツールとして横通しました これをすべての技術分野で確実に活用できるようにしました。我々の中ではよく横通しとか言ってますけども横展開をするようにしてました。これが上に書いてあります s i g m a s y n s という名前です。これは三菱重工のデジタルイノベーションのブランドでしてこの標準ツールでこの標準ツールは誰もがグループ員の誰もが簡単に利活用できていわゆる知能化ですとか統合監視。 あるいは運用保守最適化といったようなデジタルプロダクトやエコシステムとして横展開を進めています。具体的な事例として少し紹介をさせていただきますとこれ左側の上の絵なんですがこれをガスタービンとカーボンキャプチャー CO2 回収装置を組み合わせた事例です。 これは今後あの展開していくんですけれども私たちの主力の製品として大型の発電用のガストアビンがありますご承知のようにこれは天然ガスを使って効率よく発電をいたします一方今後はですね、カーボンニュートラルの取り組みとしてこれらの排気ガスから CO2 を効率よく取り除く CO2 回収装置に対するニーズが高まってきています このガスタービンと CO2 回収装置はそれぞれが非常に複雑な機械群で構成されていますのでそれを安全で確実に稼働させるためには高度な制御技術制御アルゴリズムが必要になってその中で背後で動いています例えばガスタービンの出力変動に対してどのように CO2 キャプチャーが CO2 回収装置が連動し CO2 の削減 排出を抑えるかといったことでことでありますえ、このようにその最新の ai 技術を使って、そこにデジタル制御技術を加えてエネルギーをロスとして最初最小とする運転あるいは軌道から停止と緊急停止といったところまでを、あの最適に制御するということを進めていきたいと思っています。え、次に物流の例ですが、これはシグマスインクスを搭載した物流機器と汎用ロボット。これをデジタルの群制御。で 行うことで最適な搬送ルートを確保し自動でコントロールするとこういったことで物流倉庫の無人化省人化こういったものをあの行っていきたいと思っていますこれによっていわゆる物流の2024年問題こういったものの解決策にも貢献できればと思っています最後に私たちのデジタルイノベーションに関するビジョンですが 当社グループは左下にありますようにこれまで培ってきたいろいろな高性能な AI 技術や自律化技術それからモデル化技術こういったものを有しています。今後は複雑化する社会課題の解決するためにこれらの強み,を強みに加えて達したような製品機械製品を賢くつないで機械システム同士が協調するようなエコシステムを提案していきたいと思っています。 これによりまして社会インフラのバリューチェーンの最適化といったものを私たちの得意なものづくりを起点としていろいろなお客様の結節点ハブになったことを進めて社会貢献をしていきたいと思っていますこういった DX に限らずいろいろな価値観を有する仲間皆さんと仲間を作り社会課題の解決に取り組んでいきたいと思っております 今後ともどうぞよろしくお願いいたします今日はありがとうございましたありがとうございました